ちらパールロード、はい、面白展望台ですね。はい、相変わらずいい景色でございます。うん、はい、今日はね、ダブル6班で、やってきておりますけれども、はい、まあ、よくね、空波の動画には出てくる、まあ、空波の人生の師と仰ぐ先生、K 先生、はい、という方の話をよくさせていただくんですけれども、今日はですね、ちょっとまあ、違う方のお話をしたいと思います。この方はね、K 先生と、まあ、同様ですね、この、まあ、空波取りという人間、うん、まあ、これ社会人になってからなんですけども、という人間をね、形成するにあたってね、本当に大きな影響を与えた、先輩なんですね。はい、今日はね、その先輩の話をね、聞いていただけたらなと思います。はい、面白展望台、これさ、面白展望台ってさ、前名前が違ったんだよねこのさ、看板を訂正して面白に直してるところがさ、さらに面白いよねということでね、はい、今日はね、空波が社会人に、はい、なった時に、まあ、いわゆるその会社で言うと紅茶っていうんですかね、その先輩についてね、こういろいろ仕事のやり方を学ぶっていう制度が、ありますよね。皆さんの会社にも、ある方はいらっしゃると思いますけれども、そのね、紅茶だった、方です。はい、空波にとってのね、はい、空波は、まあそうですね、今で言うとそうですね、商社っていうんですかね、まあ、そういったような、ところに、まあ、働いて、おりました。うん、で、そのね、仕事の内容っていうのは、当初 ね、いわゆるその入札物件っていうのかな、うん、まあ、相見積もりの物件だったり入札の物件ね、まあ、比較的こう、まあ、新入社員に回されるものっていうのは、当然ですけれども、捨て石です、ね、捨て石わかりますよね、要するに、勝てそうもない、相見積ですとかね、勝てそうもない入札、まあ、そういったものをやはり、ある意味こう練習台としてね、こう新入社員に、こう任されると、うん、いうところが、ありました。まあ、皆さんの会社はどうかわかりません、要するに取れそうもない、案件ですよね、そういうのをが回されてくるわけです、うん、まあ、ただそういうね、入札とか、あいみつの、まあ、場数を踏んで、いろいろね、駆け引きを覚えて一人前になっていくと、うん、いうような、まあ、当時、今は分かりません、その会社、離れてもう十何年経ってますんでね、分かりませんけれども、当時は、そうでした。うん、で、その時ね、空波の紅茶になって、くれた、先輩、これ Y 先輩っていう先輩なんですけれども、まずね、空波ね、入社した時にね、こう何人かその紅茶になる人がいたんですよ。で、その時に、やはりこう新入社員としては、優しそうなね、ね、皆さんもそうでしょ、例えばそれとか女性ね、あの綺麗なあの OL のお姉さんはね、ああ俺この人に紅茶になってほしいなってこうスケベ心を出したりとか、それとかまあ男の人に当たってもね、まあ、こう親切で、優しい、方に、当たってほしいなと、いうふうに僕もね思ってました。でただね、新入社員で入社してね、まあ、研修期間も終わっていざ配属になった時に、空波にね、言い渡された、空波くん、君の紅茶は、この Y だからって言われた時にはね、もうね、ゲストにしましたまあなんでかっていうと、その Y 先輩っていう人がこれがね、もうなんて言ったらいいの、大阪アキンド、まあ、ザ・アキンドって感じなんですよ。まあ、本当に大阪の人なんですけどね、本当にね、で厳しい、はい、とにかく厳しいし口うるさいしおまけに口汚いもうね、俺ね、もう正直ね、この先輩の下にだけはつきたくねえなーっていうのがね、新入社員の時の第一印象でしたまあ大体でもそう思ってるとさ、その人の下につくもんなんだよね。まあ大体そんな感じだよはい、で、まあ、見事にね、空波くんの紅茶は Y だからっていう形でね、はい、その、まあ、Y 先輩と、一緒にね、仕事をして、まあ、もしくは教わって、仕事をね、学び始めました。うん、でね、
やっぱりねこの先輩っていうのがね、なんていうのかな、こう俺それまでねこう東京の人間だから俺は、まあなんていうのかな、こうどこか心の中で、いわゆるその大阪のアキンド、大阪アキンドっていうかこうアキンド魂っていうかね、まあそういったものにねなんていうのかな、こうちょっとこう、軽蔑感じゃないんだけど、ちょっとこう、下に見るみたいな、ところがねなんかあったと思うんですよ。まあ関東っていうのは、言ったらこう武家の街ですよね、まあ、武士の街っていうか、まあそう、例えば値切るとかね、そういったような文化もあまりないですし、こうそういうのに対してこうお金に汚いっていうのかな、そういったことにと対しても、なんかねちょっとこう嫌だなって思うところが、あったんですね、はい。で、そのザ大阪アキンドの、Y 先輩の、下に、着きました。まあね厳しかったね、本当に厳しかった。まあ、例えば、こう入札にしても見積もりにしてもね、空波は、やはりこう関東の人間なんで、例えば、189万5千円とか、189万9千円とか、出す金額単位がね、やっぱり1000円単位で知らず知らずのうちに出してたんですよね。でやっぱり一番初めに怒られたのはそこでした。はい。空波、お前なんで見積もりいつも1000円単位やんやって言うんですよ。で、やっぱりまあ見積もりですからこう見た時にこうね、切りのいい、数字に、した方がいいかなというふうに思って、じゃあこの数字の根拠はお前は切り上げか切り捨てかって言われたんですよ。でその時にね、ハッとしましたね。あ、俺全部とこう計算してる時に端数を切り捨ててたんじゃないかなって、いうふうに思ったんですよ。で、先輩にね、あ、すいません切り捨ててましたって言ったらね、先輩にもう烈火のごとく怒られてね、お前な金っちゅうもんはな単位はいくらからや、はい、1円からです、なぜお前は100円以下の金をそんなに粗末にするんや、1円でも10円でもそれは会社の利益やろ、違うかって言われてね、言葉が出なかったですね。確かにそうだったんですよ。その物件は、例えば198万5千円で、取れました、例えばね。でも、もしかしたら198万5990円でも取れたかもしれないんですよね。そこを確かに僕は、おろそかにしてました。でも先輩が求めていたのはその90円でもないんですよ、999円のところなんです。そこの1円単位のもしくは1円の違いだったんですね。まあいいか空波、商売っちゅうもんはな、同じ商売をする上で1円でも多く儲けることや、それがわしらの使命やと、先輩は教えてくれました。で、とある日にもね、リース、はい、まあ、入札等でね、仕事でもこう決まった後にこうリースになるっていうパターンもあります。こうリースっていうのは両立がありますね、はい、まあ、金利のようなもんですね。で両立を計算したときに、例えば両立が、何点、いくつ、っていうふうに決まってたときに、その両立を僕は単純に、その商品にかけて計算をしていたんですね。で、例えば、月、2万5千円で、何年間のリースっていうふうに決めたときには、その2万5千円に、その両立をかけて、リース会社に請求をしていたわけです、はい。それもねすごく怒られました、はい。僕びっくりしたんですけど、それなみにお前なんで、マックスまで儲けようとせんのやって言われたんですね。もう意味がわからなかったです。じゃあ同じリース料で、ここまで請求できるんと違うかって言われたんですよ。もうびっくりしましたね。つまり空波は、コンマ以下の数字っていうのを、頭に置いてなかったんです。
そこで、まあ、大した金額の差額が出るわけじゃないですよ、それで、まあ、コンマ、いくつの話ですから、でも、先輩が僕に求めたのは、1円でも、多く、儲けること、それを本当に僕に叩き込んでくれました。そしてさらにね、何かこう入札等をするときに、まあどうしても新入社員ですから取れそうにない物件、はい、まあ制約になりそうにない物件ばっかり当てられます。そうなるとやはりね諦め癖がつくんですね僕に。ですので、まあね、入札物件をやっていても、いやこの物件はもうちょっとこれとても勝てないな、ととても取れないなって思うと、どこか僕の心の中でその商談に対して折れてしまう部分があったんですね。あ、もうこれダメだと、もうあの次行こうと、いう風なところがありましたね。で、その時もね、空波は先輩に烈火のごとく怒られましたね。終わるまで、本当に決まるまで、最後の最後まで、ボールゲームで言ったら1000を超えるまでやと、そこまでがお前の仕事やろと、言われました。はい、まだ、ボールは1000を割ってないやろと、お前はなんでそこで諦めるんやと。ただ僕はその時、先輩にねこう言いました。でもまだ1000は割ってませんが、これ一生懸命、追いついても追いつけませんと、言ったんですね。はい、そうしたら、先輩はね、こういうふうに、言ってくれました。まあ、それは追いつけへんかもしれん、でも出てないうちに、諦める、これは違うんちゃうかと。ボールが、生きているうちは、最後の最後まで、全力で、走ってくる、お前は、そういうチームと対決したときにすぐに諦めるチームの方が楽かと、最後の最後までボールが、割るまで、歯を食いしばって全力で走ってくるチーム、お前はどっちが怖い、そう僕聞かれたんですね。で、そういう姿っていうのは敵も味方も周りも見てるぞと僕は言われたんですよ。で、それね、言われた時にやっぱり、雷落ちましたね、頭に。ああ、俺、こうやって諦めてばっかりいる姿をね、先輩だけじゃなくて他の社員にも他の上司にも周りにも、見られてたなって、そうしてやってるうちには絶対に際どい仕事、大きい仕事、そういったようなものっていうのは、俺に回してもらえないんだって、そこで初めて、気がつきましたね。で、その他にもね、本当にいろいろ怒られたね。本当にいろいろ怒られた。で、ただね、その怒られた甲斐あってかな、僕、その会社で働き出して、まあ、4月に入社してね、秋口、冬に入るかぐらいの商談でね、会社も俺には取れるはずがないと思っていて、諦めて俺に回した商談でね、まあ、あの億単位の商談、僕取ったんです。はい、その先輩っていうのは、僕にね、もう一つ教えてくれて、わしら商人、まあ、商売人っていうのは、商品を売るわけやないんやと、自分を売るんやと、商品を売ってるうちはそいつは二流やと、自分を売って初めて、商売人っていうのは、なんぼや、まあ、僕に、そう教えてくれました。数年が経った時に、その先輩がね、急に会社を辞められました。はい、これ、まあ、聞いた話によるとね、これは、先輩が何かをしたわけではなくて、その会社自体がね、先輩がひいきにしてもらっていた会社に対して、何か、こう失礼な
ことをしたようです。はい、審議に戻るような、ことをしたようです。うん、それに対して、先輩は、自分で、まあ、責任を取られたそうです。まあ、先輩は何も、審議に戻ることは、せず、うん、会社がしたことに対しても、自分を買ってくれた取引先に申し訳ないと、申し訳が立たないと、いうことでね、会社をね急に、その先輩は辞められました。空の実はね、その先輩のご自宅にね、電話を入れました。はい、その時で、電話を入れた時にね、奥さんが出られたんですね。まあ、あのその先輩の奥さんが出られて、まあ、あいにくね主人は、外出しておりますと、いうふうに、言われたんですね。で、空波は、あ、そうですか、そうしましたら、まあ、私あの空波と申しますけれども、また、お電話させていただきますので、よろしくお伝えくださいと、その奥さんにね、話したんですよ。で、その時に、その奥さんがね、僕の名前を聞いてね、こうすぐね、あなたがあの空波さんですかって、言ってくれたんで、僕がもしかしたらあの僕のね紅茶していただいたんで僕の話を、聞いていただいたのかなというふうに思ったんで、はい、あの私が空波ですっていうふうに言った時に、その Y 先輩の奥さんがね、うちの主人は、本当に、口うるさいし、人に対しても評価が厳しい人なんですと、上司、部下、はい、会社の役員に対しても、普段から、家に帰るとね、その人たちの悪いところ、ダメなところなんかをよく、愚痴っておりましたと、ですが空波さん、あなたの悪口だけはうちの主人は一度も言ったことがなかったんですよ。そう言われたんですね。僕ね、その時ね、その奥さんのその言葉を聞いた時に男泣きに泣きましたね。男泣きに泣きました。